新州7号は、中華人民共和国の3番目の有人宇宙飛行ミッションである。このミッションでは、敵視強氏剛と、劉のりきにより宇宙遊泳が行われ、中国有人宇宙飛行計画のプロジェクト921が、第2段階に入ったことを示した。3人の乗組員を乗せた新州は、調整2号 F によって、 2008年9月25日21時10分に、主戦衛星発射センターから打ち上げられた。ミッションは3日末き2008年9月28日17時37分に、内モンゴル自治区中央の4主要機に安全に着陸した。中国はソビエト連邦をアメリカ合衆国に次ぐ3カ国目の宇宙遊衛星広国となった。新州7号の乗組員は、 2008年9月17日に公表された。バックアップの乗組委員の中では、陳明のみ宇宙飛行の経験があった。調整2号によって、新州7号はまず200、200km300km と、軌道傾斜角が42.4度の大円軌道に打ち上げられた。7時間後、宇宙船は高度を上げ、 330 3 3 0トル3 3 6トルの円に近い軌道に移った。さらに3日後の9月28日8時48分に軌道を離れ9時37分に北42.278度、統計111.355度の地点に着陸した。多くの外国の首脳がいくつかの初成功を含む中国の成功を祝福した。新州7号は 宇宙財団の2009年度宇宙業績賞を受賞した。新州7号は3人の宇宙飛行士を数日間宇宙へ運び、すべての任務を完了した中国で初めてのミッションである。合計で6人の宇宙飛行士が訓練され、3人が乗り組み、他の3人はバックアップを務めた。9月27日、中国製の宇宙服、飛天を着た。 敵キシ氏は22分間の宇宙遊泳を行い、宇宙遊泳を行った初の中国人となった。敵キシ氏は16時43分、頭を先にして軌道モジュールを離れ、軌道モジュールの周囲を漂って実験用のサンプルを集め、宇宙に中華人民共和国の国旗をはためかせた。敵キシ氏は17時に軌道モジュールに戻った。 宇宙遊泳の際にはケーブルで繋がれていたため、行動ルートは宇宙船の出口周辺に限られた。ロシア製の宇宙服、海へ起きた、竜のりあきは、緊急の場合に備えて、軌道モジュールのエアーロックの場所で待機していた。竜のりあきも8時58分から宇宙遊泳を行い、敵志号に国旗を手渡した。その頃、警戒砲は機関モジュールに止まり、 宇宙船の状況を観測していた。9時までに二人とも宇宙船に戻り、ハッチは閉じられた。この宇宙遊泳の様子は2台のパノラマカメラによって撮影され、中国メディアに生中継された。中国が開発した宇宙服である飛天は、ロシアの海へと似た形、大きさに作られ、酸素の供給やゴミの排出が可能で、7時間の 宇宙遊泳に耐えられるように設計されている。中国のメディアによると、耐火性、耐放射性を備えた素材はいくつかの中国の民間企業と国立研究所が製造したという。宇宙服には一着あたり三千万人民元の費用がかかったと言われている。非天の手袋を除き、宇宙服は地球に持ち帰られなかった。宇宙遊泳の開始時にコントロールセンターで、 火災報知器が鳴ったが、誤報であった。ミッションの間、固体潤滑剤の暴露試験が行われた。本ほどのサイズの装置が、軌道モジュールの外壁に取り付けられ、40時間以上、宇宙空間にさらされた後、宇宙遊泳の際に回収された。この実験は、将来の宇宙施設で機械を動かすための潤滑剤を、研究する目的で行われた。 9月27日19時24分、敵士強氏が宇宙船に戻った後、小型衛星、万星が放出された。衛星は一辺 40cm の立方体系で 40kg の重量であった。推進デバイスと解像度150メガピクセルの2つのステレオカメラを備えていた。この衛星の目的は、 小型衛星の技術を確かめること、宇宙船の様子を観測すること、ランデブーに用いられる接近技術を試験すること等だった。小型衛星は宇宙船の近くで写真やビデオを撮影し、その後、宇宙船から 100km から 200km まで離れた。機関モジュールが宇宙船を離れ、大気圏再突入すると、衛星は液体アンモニアエンジンを用いて、 軌道上の宇宙船に追いつき、宇宙船の周りの周回を続けた。小型衛星は、その後、約3ヶ月間働き続けた。中国は、2008年4月25日に、最小衛星発射センターから調整3号で、初のデータ中継衛星点鎖1号を打ち上げた。点鎖1号は新州7号と地上との交信の高速化に用いられ、 大量のデータを地上に中継した。天鎖り1号単独では新州7号の軌道の50%をカバーできるだけだったが、遠望型衛星追跡艦と地上の中継局で12%をカバーし、合計でミッションの60%以上をカバーすることができた。新州7号は7つのタブ組織から構成されている。中国人民解放軍が発射。 機関、乗組員、追跡の下部組織を管轄し、中国公典鍵集団講師が運搬ロケットと宇宙船を中国科学院が軌道上での実験を管轄した。直径23メートル、深さ10メートルの円柱形のトレーニングプールが中国宇宙飛行士トレーニングセンターに設置され、宇宙の無重力状態を再現するのに用いられた。宇宙遊泳の訓練には、 新州の軌道モジュールのモデルが使われた。新州5号のミッションで打ち上げ120秒後に機体が激しく振動した問題に対する解決策が特に注目を集めた。新州5号の宇宙飛行士である、ヨウトシイは、この振動が耐え難いものだったと語っている。新州6号のミッションの際には、正確な測定がなされたが、新州7号では運搬ロケットに、 新たな管が取り付けられ、その他にも30個以上の部品が取り付けられた。軌道モジュールが改良され、宇宙遊泳のために太陽電池が取り外された。同じ理由から、以前の新州と異なり、乗組員が機関モジュールに乗り込んで、宇宙船から離れた後は宇宙に留まらないことになった。また、宇宙遊泳の際に、宇宙飛行士が捕まって実験エリアに移動できるように、 軌道モジュールの外壁に手すりが取り付けられた。また、新州6号と比べて多くのカメラが取り付けられ、軌道モジュールや機関モジュールも撮影できるようになった。二隻の新しい遠望型衛星追跡艦である遠望5号と遠望6号が新州7号のミッションで大きな役割を果たした。特注の小型折りたたみ式トイレによって宇宙飛行士の尿を回収し、 浄化して飲み水として再利用できるようになった。新州6号のプロジェクト管理チームの多くが留任した。2008年9月25日、新華社のウェブサイトに2日後に起こるはずの出来事が誤った情報として掲載され、いくつかのニュースで報じられた。この記事ではまだ行われていない打ち上げについて詳細に報じ、追跡の仕組み、追跡線を使った データ転送、宇宙の乗組員との会話等についても解説されていた。この記事は同日中に取り下げられ、AP 通信の問い合わせに対して、進化社のネット担当者は、技術者の技術的ミスであると回答した。アメリカ戦略軍によると、2008年9月27日3時7分、新州7号は、国際宇宙ステーションから 45km の場所を通過した。 なぜ宇宙船が国際宇宙ステーションからこんなに近くを通過できたのかという質問に対して中国は何も答えていない。国際評価戦略センターのシニアフェローであるリチャード・フィッシャーはウォール・ストリート・ジャーナルの中で見解を述べている。イアスクはメディアと長期安全問題に関するシンクタンクでアメリカ合衆国の安全保障政策に影響力を持っている。 彼は、中国は1999年以来、すべての新州の飛行を記録して、軍民で利用している。と述べ、中国は、宇宙ステーションの金傍を通過した機械を、軍事衛星防止技術の試験に用いたのだろうと、推測している。ありがとうございます。